ローマの松はイタリアの作曲家オットリーのレスピーギによって1924年12月に完成された公共史。この前後に作曲したローマの噴水、ローマの祭りと共にローマ三部作と呼ばれる。レスピーギがサンタチェチーリア音楽院の教授や委員長を務めていた時代の作品である。初演は1924年12月14日。 ローマのアウグステオ学堂で行われた、講述するようなタイトルの付けられた四つの部分によって構成されている。各部分において異なった松と場所、時間をレスピー儀は自身の得意としていた色彩的なオーケストレーションを用いて描写している。レスピー儀は1926年1月15日に自らフィラデルフィア管弦楽団を指揮してこの曲を演奏するにあたり、 プログラムに次のように記している。ローマの松では、私は記憶と幻想を呼び起こすために出発点として、自然を用いた。極めて特徴を帯びて、ローマの風景を支配している何世紀にもわたる樹木は、ローマの生活での主要な事件の承認となっている。つまり、彼はこの曲で単に松のことを描こうとしたわけではなく、松という自然を通して古代ローマへ目を向け、 ローマの王子の幻影に迫ろうという意図を持っていた。そのためこの曲には、グレゴリオ聖歌などの古い教会戦法が好んで、使用され、古い時代への教習と過去への幻想が、効果的に活かされている。本作で題材となっている松は、イタリアなど地中海沿岸を中心に自生する、イタリア笠松のことである。ブッキーナに指定されたフリコルのバッソとテノーレ楽章の、 後の文章はレスピーニによる曲の説明。なお、以下の4つの部分は切れ目なく続けて演奏される。演奏時間は約20分。ボルゲーゼ公演の松並木。アレグネット・ビバーチェ・ビバーチェ・ローマのボルゲーゼ公演の松並木で遊ぶ子供たちの情景をホルンの高らかな響きと賑やかで派手なオーケストレーションで彩った早い旋律で描いている。なお、 ボルジア層の末とする記載を見かけるが、ボルゲーゼ家とボルジア家は別であり、誤りである。レントカタコンバとは古代ローマでの初期キリスト時代の墓のこと。信者たちの悲観と祈りに満ちた歌声が、全オーケストラを駆使して描かれる。後半に出てくる連続する5度のハーモニーでのメロディは、古代の教科からインスピレーションを受けたと言われる。レントジャニコロの丘は、ローマ南西部にある。 満月の中に浮かぶ松と幻想的な月光が描かれる。クラリネットのソロが悲しい。曲の最後にはナイチンゲールの鳴き声がテープで再生される。具体音の録音物をオーケストラで演奏内での再生に用いた最初期の例の一つ。アッピア街道の遺跡と松並木。テンポィ・マルチャ古代ローマの新軍道路として使われたアッピア街道の石畳の道は、 今でも残る。ピアニッシモから軍隊の行進に伴い徐々に音響を増し、ホルティッシモに至る。舞台上の管弦楽に加え、バンダのファンファーレが加わり、郵送に全曲を閉じる。舞台裏の金管楽器はしばしば客席の脇や、後ろ、二階席などに置かれ、立体的な音響を響き渡らせることがある。ありがとうございます。